上皇院は菅沼古代善が回帰した。菅沼古代善貞俊の没後、本郷の地は旗本花井伊賀の神貞清が継いだ。上皇院の北東には花井氏の陣屋があったと言われ、上皇院の裏手にあった池を陣屋池と称したのはその名残と推測される。花井貞清は本郷村450石、半沢新田村50石、合計500石、その後元禄3年、花井助左衛門の代に200石の分家を出し、以降花井家は本家300石、分家200石で、明治維新までの260年以上にわたり支配が続いた。花井貞清は寛永15年に没し、上皇院に宝鏡院塔型の石塔が建てられている。以来、上皇院は花井家の菩提寺となり、花井家代々の墓が建てられた。15代、花井仙蔵の代に明治維新を迎え、幕府の大政奉還により、花井家は所領を失ったため、一旦江戸屋敷に戻った。当時隠居の身であった14代当主吉十郎は、一人本郷村に戻り、本郷村で代々名主を務めた飯野善一郎家に転がり込んだ。吉十郎は死ぬまでちょんまげは切らず、プライドだけは高かったようであるが、飯野家は居候の吉十郎を昔の殿様時代と同様に大事にもてなしたという。76歳で没した吉十郎は、飯野家により菩提寺である上皇院に手厚く葬られた。戒名も殿様の格式を備えた、加工院殿春山栄章古寺を与えられた。花井氏の陣屋跡は高地整理で痕跡を残していない。